皆さん、EPG パーサラへようこそ。私は初めての日本語というペーパーを担当しているデリー大学東アジア研究科のナビン・パンダと申します。今日、モデュール日本語におけるローマ字についてみんなで勉強しましょう。皆さんはローマ字ということは聞いたことがあるでしょう。 実際は日本語の初めてのクラスでまだひらがなに慣れていないとき見慣れていないとき教師の先生の日本語を聞いてそれをローマ字でメモしたでしょう。それはローマ字です。今日お話ししたいのは もう一度言いますが日本語におけるローマ字、えー、他の言葉で言うと日本語ではローマ字がどのように使われているかということですこの題をお話ししてから、えー、3つのことになれることができると思います。そののの番目は日本語のローマ字表記の 歴史、えー、いつ始まりましたかどのように展開したかということを分かることができます。2番目に日本語におけるローマ字の役割ローマ字は日本語にどのように助けているかということです。3番目に今 日本語におけるローマ字の現状も分かることができると思います。この3点は今日勉強する目的のものです。では今日のお話の流れはどのようなものになっているかということを見てみましょう。画面にも 書いてあるように11点、えー、日本語におけるローマ字日本語におけるローマ字の導入の時期ポルトガル方式のローマ字江戸時代の鎖国政策の影響などを経て最後にまとめに入りたいと思いますでは 今日本語に、えー、外来語日本語に入っている外国語の言葉ですね、えー、外来語を表記するためにカタカナが使われているように日本語を外国語で書くために日本語の音節をローマ字で書くために、えー 一つのもう一つの方式があります。日本語におけるローマ字というのは日本語のかな音節をアルファベットローマンアルファベットを用いどのような綴り方で書き表すかということを示します。これはこのような 動きが日本に始まったのはとっても古くえ、これに外国人のみがえ日本語を読み書きするためにローマ字を始めたということではなくて、日本人も外国人に,に日本語を 読んで、容易に読んでもらうためにも、ローマ字の作り方に、えー、多く貢献しています。また、このような動きは、古い時代にとどまらず、現在も続けています。日本語に、えー、ローマ字が一番最初に、 導入されたのは室町時代16世紀の後半ですね室町時代の末に、えー、あったということが言われていますこれを導入したのは実際はクリスト教の宣教師たちです、えー 一番初めに1590年にポルトガルのワリアニーという宣教師が日本に来て一緒にガッツジ印刷機を持ってきて日本に紹介したということが、えー、歴史的なことです。また翌年 あというのは、1591年に、えー、ワリニャーニは、サントースの音作業の打ち抜き書きという本を最初に刊行しました。この本は、ワリニャーニは日本人の日本語を耳で聞き、それをポルトガル語で ポルトガル式のポルトガル語式のローマ字で書いたものです。と、言われていますこの画面に出ている絵は、その先申し上げた本の一ページです。ここにも、これを見てもわかるように、日本は、 日本のポルトガル語式で書いてありますね。その後も、ポルトガル語に基づいたローマ字で書かれたいろいろ本が出ています。この画面に示しているのは、ポルトガル語,はポルトガル語のローマ字は、 日本語をどのように、どのような数字方で書き記していたことが、ことかということです。これはポルトガル語ですから、私は読めないんですが、これはその数字方です。日本は、江戸時代の、江戸時代に入ると、江戸時代の鎖国政策で、 えー、オランダ、世界の国々の中でオランダしか日本と関係をすることができなかったので、持つことができなかったので、他の国の、えーロ,ーマ字えー、ローマ字表記は日本に普及はしませんでした。オランダ語式のローマ字がしか普及しなかったんです。この 時代に、この2、300年ぐらいまてば、また、日本の蘭学者たちは、ローマ字についていろいろな意見を出しています。その中に、えぇ、ー、荒井白石という学者がいて、この学者,学者は、 カタカナをローマ字に比べて、えー、数が多いという注目を出しています。また、このような意見が固まって明治時代には日本語の表記を、えー、廃止してローマ字に切り替えようという、えー 意見ままでも出されています江戸時代も終わるようになるとドイツ語式フランス語式英語式のローマ字が誕生してきましたこの中で、えー、特に英語式が優勢になりましたこれを 成立したのはヘボンです。先ほども申し上げたように、日本で英語式ローマ字表記を確立したのはヘボンです。英語の名前はヘボンはジェームズ・ C ・ヘボンでアメリカの石で 宣教師でもありました。ヘボンは、明治維新以前に、1856年に日本へ行って、33年間も滞在し、医療、日本語研究、聖書の和訳、聖書を 日本語に訳すすることですね聖書の和訳によく活躍しました人です聖書を訳すためにヘボンは日本語の辞書を必要し6年間も勤めて1867年に世界で初めての 和英語練習生という英和辞典を観光しました。この辞書の日本語の見出しは英語式のローマ字で書いてあり、その見出しの後は漢字、カタカナそしてその意味の、えー、意味が説明されている辞書です。 この辞書は和英語練習せば日本語のローマ字化を確立しただけではなくて後にエイバー辞典のを作るための手本にもなったと言われていますではこの平凡式の ローマ字はどんなものであったかということを少し見てみましょう。実際は和英語練習生という時点の特徴として出せるのはここで母音はイタリア語を元にして使われており日本語の詩音は英語を元にして使われているということです。 このヘボン式ができてから1885年にローマ字会という学会が創立されこの学会は日本語におけるローマ字にこの実証の方式を採用しようと提案しましたまたこの方式はヘボンによって 作られたため、これは平凡式と名付けられました。ただし、平凡式ロマ字が確立してすぐ、これに対立して、もう一つの日本式という対立派が誕生しました。日本式が 誕生したのは1885年です。この式を提唱したのは田中伊達愛吉という学者で、ローマ字紳士、この時期に発表されたローマ字紳士という雑誌によって、日本式が社会に広がれるようになりました。 ヘボン式が確立した後、1880年に、日本式というもう一つの対立派が誕生しました。この日本式を提唱したのは、田中伊達愛吉という学者で、 ローマージーシンシーという雑誌によってこれが社会に広がりました。この日本式が集中していたのはヘボン式は英語の発音のもとで作られているため日本語の動詞変化や音韻などになどをわかるのは使うのは 難しいという点です。したがって、えー、日本式は、集中したのは、日本語のローマ字は五十音数に基づいて、同じ行のシ音ンをすべて同じシ音ンで書こう。 という議論です例えば「勝ちます」は、まあ、普通形で作るときつ」かつというふうに書こうという集中でしたではヘボン式そして日本式の違いは どのようなものでありますかこの画面を見てもわかるように。それは、音節のり方をどのようにしているかによって異なりますね。しかし、えここに入っているように、では、ヘボンシと日本式はそれぞれ どう違いますか実際はこれらの方式は持っているすずり方日本語の音節のすずり方どのようにしているかということから異なりますただし 日本あのヘボン式と日本式の綴り方数日本語の音節の五十音順のすべての音節には当てはまりはまりませのこの画面の数字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 の カタカナの C はヘボン式で SHI そして日本式で SI あるいはチャーはヘボン式で CHA そして日本式で TYA のように書かれているんです。 日本語の新宿のすずり方は、日本語のし新宿のすずり方は、ヘボン式では、SHINJUKU、そして日本式のすずり方は、SINJYUKU であります。 1885年に日本式ができてからヘボン式が正しいかそれとも日本式が正しいかという対立が始まりましたこの対立は時には最もひどくなった 場合もあります。例えば、大正時代には陸外、陸海軍は日本式を使っており、日本の文部省はヘボン式を使用していたという情報があります。この対立を収めるために、日本政府は、えー、ローマ字の すずり方を訓練して報告しています。ここに2つの表があって、第1表は訓練式、第2表は平文式のすずり方であります。このローマ字のすずり方が政府の 訓練よりできているため、これは訓練式と呼ばれています。しかしながら、現在も、えー、日本式、そしてヘボン式の対立がまだ解決されていません。 例えば日本の町のカバン看板で日本語のすず字方が町の地名や人名は平凡式でかい書かれており日本の小学校に使われているすず字方は日本式つまり訓練式によって えー、教えられています。同じく国際レベルでも、えー、英語の辞書に載っている日本語のローマ字はすべてヘボン式によ,よります。えー、例えば、この画面にも書いたように、カタカナのカロシは KAROSHI。は TOFU。サシミ i s a s h i m i は z a i b a t s u のように、えー、書かれてい の見出しが出ています。これよりもっと面白いものが、えー、日本語のワープロやコンピュータの、えー、使い方であります。現在は 日本語のワープロやコンピュータの入力に日本語のローマ字漢字変換が多く使われています。この漢字変換は先ほど申し上げた英語の実証と少し違います。えー、英語の実証と違って コンピューターのソフトに、えぇ、ー、ヘボン式も、日本式も、両方とも入っています。一つの例を出すと、日本語の C や G は、コンピューターで、このように、打つことができます。それは、ヘボン式を、 したがって SHI というキーボードを打つとカタカナの C になりひらがなの C になり日本式をしたがって SI と打っても同じ C が出てきますまた C の場合もヘブン式の場合は CHI というキーボードそして日本式の場合は Ti というキーボードを打って Ti という音節を作ることができます先ほども申し上げたように日本には一時期日本語の音節を配置してそれをローマ字に 切りり替えよううというスローガンがありましたただしそれが実施できず現在も伝統的な日本語の「かな」と漢字が使われており,おりますがそれは日本語でのローマ字化をやめることができなかったんです。 現在は世界で多くの人が日本語を習うようになっています。中に忙しい人もいるし、体の不自由の人もいます。また、漢字が難しく感じている人もいるかもしれません。ですから、昔から展開した日本のローマ字化が このような人々のためにとっても役に立つのではないかと思われます。さようなら。